アレクサンドリアのメネラウス、メートル N、レギリシャ語、イプシロンニューラムダアルファー、ラムダイプシロンクサイアルファーニューデルタローイプシロン、メヌレアス法アレクサンドリアス70年140年頃は古代ギリシャの数学者、天文学者、曲面上の測地線を自然における直線の類似物として初めて認識した。 スフェリコーラムリブリトレスメネラウスの生涯については、ほとんど知られていないが、ローマに住んでいたと考えられており、おそらく青年期はアレクサンドリアで過ごした後ローマに引っ越したとされる。アレキサンドリアのパップスと、プロクロスからアレクサンドリアのメネラウスと呼ばれている。ルキウスとの会話はプルタルコスにより記録されている。プトレマイオスは、自身の著作、アルマゲストの中で年月に、 メネラウスがローマで行った二つの天体観測についても言及している。これらは数日隔てた月によるスピカとサソリザベータ製の遠平である。プトレマイオスはこれらの観察結果を使用して紀元前2世紀にヒッパルコスにより発見された現象である文点の再作運動を確認した。スフェリカはアラビア語の翻訳で唯一の現存した著作である。 三つの本から構成されており、玉の木科学とその天文学の測定と計算における応用を扱っている。この本は、球面三角形の概念を導入し、三角形の変状の点の共戦性に関するメネラウスの定理と、球面三角形に対するその類似を証明した。これは後に16世紀の天文学者、数学者のフランチェスコ・モラーリコにより翻訳された。 月のクレーターであるメネラウスはこの人物にちなむ、いくつかの著作が現存している。ありがとうございます。